天性の弱虫さ。この別に失敗してもいいんじゃない？だってほら、今日がダメでも明日があるし、なんなら明後日でもいいし、もしかしたら1年後に解決するかもしれないし、今はどうしようもないことでも人生長いんだから、そのうちなんとかなる。